はい、おはようございます。杉本修一講演会です。今日も暑い朝です。まあ、10分ぐらいやったらさっさと帰りますよ。今日もね、8時5時で選挙資金のための労働があります。やりたい仕事じゃないので何度も言いますが、ただの苦痛ですよね、本当に。まあ、教育の仕事もまたやりたいし、まあ、当選できれば地方の政治もね、挑戦してみたいし、まあ、来年の4月に向けてまだまだ耐え難きを耐えているような感じかなと思います。まあ、ちょうどここはね、行き先は140、まあ、覚えてないな、142、まあ、それ140円前半ぐらいかな。まあ、ちょこっと下がってはいるんですが、日足で見るとまだまだRSI が 70% ぐらいですから、まあ、下がらないんじゃないのかなと。まだね、やっぱりちょっと横ばいになって、アップルの株も少し上がってるみたいですね。ただ自分が買った時は高い時に買ってしまったので、それでもまだ損してます。はい、いや、株は難しいですよ本当に。まあ、今使ってる証券会社もあんまなんか使いにくいところもあるしね、今話題の楽天証券、楽天バンク、まあ、あと松井証券もね、よろしくお願いします。じゃあ始めますか。レッツドゥディス。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。今日もめげずに政治活動を、しています。まあ、本当に毎回毎回選挙資金のための労働をやっているので、本当に辛いものがありますが、まあ、とにかく来年の4月に向けて現状維持で耐え忍んでいこうかなと思いますが、やっぱりやりたい仕事をやれるということが一番幸せなのかなとは思います。まあ、なのでまた、まあ、こんな自分でも教育関係の、ね、仕事の依頼があれば、まあ、来年の4月以降であればね、動けるかなとは思いますが、まあ、今はとにかく増えていると思いますが、まあ、政治家と公務員は全く違う生き物なので、向いてる方向がね、非常に重要じゃないのかなとは思います。まあ、おそらく地方議員と地方公務員距離が近いと思いますので、まあ、政治家と公務員がね、距離が近すぎるのも大きな問題があるのかなとは思うのが本当に痛いんですが、ただ前例にとらわれないようなそういった地方政治を目指していきたいかなと思います。まあ、今で言えば忖度のない政治という感じですので、はい、まあ、自分の場合は一匹狼ですから、忖度する必要もありませんし、まあ、言いたいことを言えるようなね、政治を目指していこうかなとは。まあ、あとは毎回言ってますけども、政府公務員による入国制限、まあ、これが、まあ、いつ撤廃されるか分かりません。本に書いてあるんですが、イギリスの物価と比べれば日本の物価は3分の1ぐらいと、いうことで、まあ、給料もね、民間企業は少ないですが、物価もその他の先進国とかに比べればまだまだ割安なのかなとは思います。ということで、まあ、食事も美味しくて、物価も安いので、入国制限さえ、ね、撤廃されれば、まあ、かなりのインバウンド需要が、期待できるのかなと。まあ、そうすれば地元にも、ね、お金が落ちてくると思いますし、まあ、先進国の場合はまあ、大手企業とかだったらその初任給もかなり高いですから、中国のバーレイでもそうですね、静岡の県会議並みの、政治をね、こう目指していきたいかなと思います。まあ、21世紀ですので、20世紀とはね、かなりもう時代が違ってきていると思います。まあ、鎖国するよりは経済も開放して、まあ、優秀な、ね、人材とかお金とかこう流れを、まあ、なんとか本当にちゃんとした仕事ができるように、まあ、今年は頑張っていきたいなと思います。まあ、あとはそうね、まあ、雨はね、多分降らないと思いますので、
まあどうかな、結構精神的にもヘトヘトになりますからね、やりたくない仕事なんで。まあそれでもなんとか頑張ってね、連雀じゃねえや、元城町の方で、動画撮ってきたらいいかなと思います。じゃあ、一旦これで終了しましょうか。今日一日ね、頑張っていきます。お疲れ様でした。お願いさきフォーチング、スマッシュライクボトムス&サブスクライブステーション。See you there. やら、よろ、バイ。